ミラレムスレーマニはセルビアベオグラード出身のサッカー選手。民族的にはゴーラ人であるスイススーパーリーグ BSC ヤングボーイズ所属。ポジションはミッドフィールダー。地元のクラブである FK、ビースケバタイニツァのユースチームでキャリアをスタート。その後、セルビアのパルチザンベオグラードのユースチームへと移籍した。2005から2006シーズンにトップチームでデビュー。 その才能はすぐに国外のクラブの目に留まった。2006年12月6日、いくつかの誘いがあった中で、翌年1月にオランダの SC、ヘイレンフェーンへ移籍することを発表した。当時スレーマニとパルチザンはまだプロ契約を結んでおらず、ヘイレンフェーンとのプロ契約を選んだことになるが、このことについて、パルチザンがヘイレンフェーンに対して、彼の育成に関する保証を要求した。 パルチザンとセルビアサッカー協会との話し合いの後、シーズン終了までスレーマニを移籍させないという結論に達する。この決定に対してヘイレンヘーン側がフィファに異議を申し立てると、フィファは一度は移籍を認める見解を出したものの後に、これを撤回して移籍は事実上延期された。2007年8月17日のビレム2との試合で、 ようやく SC ヘイレンフェーンの一員としてデビュー。このシーズン、彼は34試合に出場し15ゴールを決めて、チームのリーグ5位という好成績の原動力となった。一躍、スター候補となったスレーマニは2008年7月、オランダ国内の移籍としては、史上最高額となる1625万ユーロで、アヤックスアムステルダムへの移籍が決定した。 2007から2008シーズンのオランダ年間は若手、最優秀選手として、ヨハン・クライフ賞を受賞。しかしアヤックスでは、その高すぎる期待と、プレッシャーに応えることはできず、高額サラリーも含めた5年間の経費は実に2500万ユーロ、1ゴール数、あたり42万7000ユーロという数字だけが残った。2013年2月に、 翌シーズンからの SL ベンフィカに移籍することが決まった。2015年6月9日、BSC ヤングボーイズに3年契約で移籍した。セルビア代表として U-19 代表で UEFAU-19 欧州選手権2007に出場。U-21 代表で UEFAU-21 欧州選手権2009に出場した。 19歳の時の2008年2月6日、マケドニア共和国代表戦で A 代表デビューを果たした。2012年9月11日のワールドカップ予選のウェールズ戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。